ディディエ・パトリック・ケローは、太陽系外惑星の探査を専門とする天文学者。1995年、指導教官のミシェル・マイオールと共に、史上初めて主系列星を肯転する太陽系外惑星を発見したことで知られる。2019年、その功績からマイオールと共に、ノーベル物理学賞を受賞した。ケローは1990年に、ジュネーブ大学で、 物理学修士号を取得し、1992年に天文学と天体物理学の学位を取得した。その後、彼はジュネーブ天文台にて、ミシェル・マイオールの指導の下で、論文、リサーチ・バイ・クロス、コラレーション・テクニクスを書き上げ、1995年に博士号を取得した。ジュネーブ大学の大学院生であった百九十四年、ミシェル・マイオールの指導の下で、 オートイコールプロバンス天問題の合一1.93メートルの望遠鏡に設置された高分解能分光系エロディを使い、褐色外星と巨大惑星の探索のため、太陽に似た142個の恒星の観測を始めた。1994年末、マイオールとケローは、ペガスス五51番星に木星より小さな惑星が周回することで起こされると、 考えられる周期的な変動があることに気づいた。特筆すべきことに、この惑星の光転周期は、わずか4.2日であり、これは当時想定されていた理論からは考えられない、ことであった。しかしながら、1995年7月までのデータで、惑星の存在に確信を得た二人は、1995年10月6日、太陽と同じ主系列星では、 史上初めてとなる太陽系外惑星の発見を報告した。この発見が評価され、2019年10月、マイオールとケロウは、現代宇宙論研究者のジェームズ・ピーブルスと共に、ノーベル物理学賞が受賞されることが発表された。ありがとうございます。